宮ヶ瀬ダム西部には丹沢前衛の山々が連なる愛川町は神奈川県の北部に位置し愛好郡に属する町。人口は約4万人。町の中央を中津川が流れ、西部は丹沢山地となっている。直下には伊勢原断層が所在している。戦前には断球面上に広がる平地に陸軍の相模飛行場が置かれていた。 相模原町の軍事工場、座間町の士官学校、綾瀬村、山戸村の厚木海軍飛行場、横浜市旭区、製薬の海軍倉庫施設などと隣接して、軍と神奈川構想の一翼を担っていた。1966年には、この跡地に内陸工業団地が建設され、多くの工場や事業所が進出した。県内厚木市、相模原市などへの通勤圏であり、 県王、県北地域のベッドタウンとして、経済的な結びつきが強い。当地には、相模ナンバーを統括する、関東運輸局神奈川運輸支局相模、自動車検査登録事務所がある。愛名、愛ア愛川、愛川といった地名を一連のものと考えると、大化の改新以前の記録がある、相模国最古の地名の一つである。戦国時代最初期、長春の乱では、 反乱軍の影春、豊島四方の有力拠点であった小沢城が、大田道館によって攻略されている。武田信玄が、小田原信仰に関連して、北条氏康と戦った、三瀬峠の戦いは、相川町の三瀬周辺だったと考えられており、史跡三瀬が戦場跡が存在する。西部の半減盆地を中心として、元来米の生産に向かない地形から、養蚕、生死、 年始などの軽工業、宮大工などの出稼ぎ職人の本願として知られていた。半元旧大工は、江戸城修復に関わるなど、飛騨の大工と並び、その腕を称えられていた。年始業では、群馬県富岡の機械を模倣して、水力を補助動力とした軽工業が盛んだった。内陸工業団地の完成により、機械工業、住宅地域、流通拠点へと姿を変えて、 現在に至る、南米などから来ている工場労働者が多いことから、義務教育においての先進的な取り組みや、サッカーなどの地域スポーツが盛んなことでも知られている。地方斎等の残高地方斎等の残高合計199億4900万円東西に、標端型になっており、住宅、工業、商業は、東部の中津地区に集中している。行政等の施設は、 中央の広報地区にあり、観光資源は西部の半原地区および北部三瀬地区に広がっている。高等学校、編集中学校、編集小学校、編集公園、運動施設、編集、町内に鉄道路線はない。町のすぐ東側に JR 東日本相模線が走っており、道線の厳冬前駅、下溝駅が東町付近にある。 しかし、相模川によって隔てられているので、相模線沿線から道庁への利便性がいいというわけではない。そのため、本厚木駅が実質的な最寄り駅になっている。路線バスも本厚木駅行きの本数が多いため、一般には本厚木駅を利用することが多い。なお、道庁を通る道路は混雑して、バス運行での速達性や定時性に支障が生じており、 鉄道の延伸は、公共交通網の飛躍的な向上をもたらすとして、神奈川県と相川町を含む、県内全市町村、及び、経済団体などが参加する、神奈川県鉄道輸送力増強促進会議は2007年から、小田急電鉄に対し、唐木田駅かみみぞ駅間の延長に向けた協議が、進められている小田急多摩線をさらに、相川町や厚木市方面に延伸するよう検討を、 求めているが、小田急は建設費や採算性の問題から新鮮建設は非常に困難と回答している。ありがとうございます。